今回は訳あって立花丸に乗れることになりました。よかったね。なんか立花丸事故って何、遠くの島まで行けないから大島だって。あ、何でもいいよ、沈まなきゃね。いいじゃないですか、嬉しいですよ私は。あ、そうか、低気圧通過するのか。タイタニックになっちゃったらやだな。タイタニックになったらよ、ああそうだそうだ、ここは荷物置き場があるんだよな、ちゃんとな、部屋みたいなのがな。あ、さすが立花丸、2回目だねこれ乗るのね。232ここだ、ここ232、ほらそこだ、そこ、うん、そこだよ。我らの今日の酒場はここだ。おっしゃ、酒場に着きました。もう一安心だよね。またじゃあまあね、前途を祝して乾杯といこうじゃないの。大量ならいいね。まあ明日は雨も上がるっていうしな。じゃあ、よろしく。これからですね。これは最高だよ。調整機表ね。初日コシオ、で次の日はコシオ、それで最後が長シオ。コシオコシオ長シオってお前。これマジかよ。マジかよってここに来てからこんなの見るなよって感じなんだけど。そうっすか。どうします？いや塩じゃないです。塩じゃない。腕か腕な。腕の方がもっと問題だったりして。さあ乗船券いただきます。はい、やってきました伊豆大島は岡田港、ね、雨上がってんじゃん。全然上がってますね。全然上がってますね。よかったよかった。お、今回の我らの釣り車はこれ701、これだよ。じゃあね、いつものようにニャゴラ号にして、はい、伊豆大島の釣り始まりです。それでは出発。おお、なかなかエンジンの音軽いぞこれは。ね。そうですね。うん、快適快適。じゃあね、まずは餌屋の丸一へゴーゴーゴー。カチンのオキアミは水氷を作るための氷として使いましょう。そしてこれは解凍をお願いしといたやつね。今日使うオキアミです。それと配合用はこのグレベストと、刺し絵はこちらジークリル。久々にやってきました。ここはね、クラジー方です。おー、本当になんか久しぶりだね。そうですね。ああ、雰囲気はありますね。雰囲気はいつもあるんだよね、ここはね。非常に雰囲気はあるんだけど、まあ釣果もそこそこ上がってんだけど、なんかね、今一つこう花のある釣果がなかったような、あったような。今回はね、ぜひともね、ドーンと花のある釣果を食べたいですね。
おー、なんか釣れた。なんかね、仕掛けを回収しようとしたら表面で食ってきましたよ。なんか青物っぽいな。なんかすごいいい走り、ほら。うおーわわわわ、なんだ、ほら。あー、魚影が見えてるけど、なんか青いよ、ほら。なんだろう、サバか、何か。もうね、すごい表面で食ってきました。おー、サバっぽいな。サバじゃないか、ソウダか、なんかソウダかな。まあ、抜けるだろう。ちょっと抜いてみるか。ね。いいよ。ほら。なんかソーダっぽいな。ほら。せーの。そらーっとー。はーい。抜き上げたのはね、これね、ヒラソーダだよ。ヒラソーダが釣れました。やりました。じゃあね、この釣れたソーダガツオ。これはね、早速さばきましょう。っていうのはね、今日泊まる宿は、海のふるさと村のロッジなんですよ。あそこね、晩ご飯出ないからね。このソーダガツオを夜の宴の酒の魚にしようと思います。はい、こういう風にね、非常に荒っぽいですけど、お刺身用の柵取りができました。じゃあね、これをビニール袋に入れてクーラーボックスに保管して持ち帰ることにしましょう。うわー、コッパが釣れ続いたと思ったらよ、最後にはお前こんなのが釣れちゃったよ。なんだこれ、これを釣るのはお前名人中の名人じゃねえの。だってちゃんとさ、ほら針がかってんだよな。俺はよ、名人で帝王だろ。いやー、もうね、海中はね、コッパだらけだよ。じゃあね、どうなってんのか深海5メートルくんにちょっと見てきてもらおうかな。このな、磯竿にくっつけてよ。ちょっとこの計画は危険なんだけど。はい、深海5メートル、頑張ります。頼むぜ。5メートルくん、荒い磯に揉まれてるよ。何が映ってんのかな。
た釣れた、おら釣れたよ、おーカメラだカメラだ、深海5メートルが釣れました。うん、大変にご苦労であった。10時45分、もうね、餌取りのコッパだらけなんで、これにてここを撤収することにします。おいでね、正体は何か釣れてるかな。お、正体の横のタイドプールには何か入ってますよ。おお、これはすごい、美味しそうなカワハギ、それもでっカワハギだよこれ、やったじゃんねえ。おめでとうございます。まあ坊主は逃れたと、やったね、これはでかいよ、ほらね、でかい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 、ほらね、やったよ。お、俺のチョーカーじゃないけどさ、